この一年で私は自分の成長を見せることができなかった。兄さんだけを追いかけ続けていた。とても愚かな妹。私が本当に兄さんに見てもらいたかった。紛れもない本当の私。兄さん遅くなってしまってすみません。一年、いいえ、何年もかかってしまいました。クラスメイトのために自らが前を歩いていけたらと思っています。仲間と共に学んでいきます。やっと本当に昔の俺がお前を突き放した一番の理由がなんだかわかるか。どうしても許せなかった。だが他者に強くあれ、そして優しくあれ、昔長い髪がさ真に受けるかどうか確かめるために嘘をついてしまった。許します。俺はお前のことを大切に思っている。でお前を待っている。成長したお前を見せてもらう。戦い抜いてきます。また会おう。はい。